昨夜9時半ごろ、声も発揮されるほどの大雨です。県内各地で連日降り続いている雨。今朝、焼津市内では車が水しぶきを上げながら走っていました。昼ごろの浜松市内、です。大粒の雨が地面に打ち付けています。今日も県内では雨が断続的に降り続き、熱海市では1時間に45ミリの激しい雨を観測しました。非常に強い勢力で九州付近を1時間におよそ15キロの速さで北に進む台風10号。今日午後、静岡地方気象台が説明会を開催し、県内では今日の夜から明日の午前中にかけて大雨災害の危険度が急激に高まる線状降水帯が発生する可能性があると説明しました。また9月1日から2日にかけて県内に接近する可能性があり、この影響で9月2日にかけて断続的に雷を伴う雨が降り、警報級の大雨となる可能性が高いということです。すでに県内では西部のほとんどの地域に土砂災害警戒情報が発表されているほか、中部全域と西部の一部地域に大雨警報が発表されています。沼津市では浸水などの災害に備え、排水ポンプ車を市役所前に配備しました。今年6月の大雨では大平地区を流れる大平江川があふれ、住宅などおよそ90棟が床上・床下浸水の被害に遭ったため、大平江川が増水した際に排水ポンプ車を稼働させ、川の水を吸い上げ鹿野川に放流するということです。一方、静岡市駿河区のパチンコ店では立体駐車場の4階178台分を車両の避難場所として市民に開設しました。パチンコ店は少しでも車の浸水を不安に思ったら利用してほしいと呼びかけています。結構線状降水帯とかで水没してしまったりとか、車がちょっとダメになっちゃうとかっていうのは、駐車場の方は24時間体制でこちらも誰かしら人を置いて準備してますので、24時間いつでも困ったら来ていただければ大丈夫だと思います。この駐車場は受付で駐車許可証を受け取ることで、台風が通過するまでの間、営業時間を問わず利用できるということです。各方面にも大雨による影響が出ました。 JR 静岡駅では東海道線が始発から静岡掛川駅間の上下線で運転を見合わせたため、新幹線から乗り換えを予定していた利用者から困惑の声が聞かれました。新幹線で静岡に着いたんですけど、清水駅の方に行くんですけども、ちょっと夕方また掛川方面にも移動するので、在来線が止まっちゃうと移動が難しくなっちゃうので、なかなかちょっと大変だなっていう感じですね。焼津で食事でもして帰ろうかなという予定だったんですけれども、今電車が止まってるのでどうしようかなということで。浜松市では今日までに夏休みから再開となるはずだった小中学校39校のうち15校が台風の影響で臨時休校となりました。今日始業式を予定していた富塚西小学校では、昨日の時点で明日までの休校を決めました。昨日の時点で、警戒レベル4、避難指示が、この地区に出されていまして、このまま、その措置が続くと、見込まれましたので、中学校区で合わせて、休校と判断しました。この地区には土砂災害の危険箇所があるため、安全を第一に判断しました。来週月曜日については台風の動きを見定めて対応を検討するということです。こちら焼津市にある農園では、台風の接近に備え先週土曜日から収穫を前倒しで行っています。今日も収穫作業に追われていました。今放水っていう梨が最盛期で、それもずっと取ってたんですけど、それでもやっぱりちょっと青めのものもね、やむを得なく取ってる場合もあるんですけど、であと後ろにこのなってる秋月っていうものが、これから旬を迎える梨なんですけど、
まだだいぶ青いんですよ。で本当は取ってしまいたいんですけど、まだ青いんで台風で落ちなければいいなと思ってます。この農園は過去にも台風の被害に遭っていて、その時は軽トラック2台分の梨が落下してしまったそうです。いやー、なんとかね、どっちかにそれてほしいですね。できる対策は続ける一方、被害がないことを祈るしかないと話しています。